風がちょうど通過する前々日くらいかな、もう終わった時はもうね晴天ですね。まあね、嵐の前の静けさみたいなね、これから来るんだろうな台風。はい、ということですね、今日はですね、まあ雑談みたいな感じで、はい、喋っていきたいと思いますね。まず自分がですね、ちょっと引っ越しをしまして、最近すごいドタバタしてたんですけど、やっとか落ち着いたんですよね。あの、で、まあ、落ち着いたところで Wi-Fi、光の契約をしたんですよね。光回線の契約、あのネットのみ、 Wi-Fi のみ、電話回線じゃなくて光のみの契約をしたんですよね。それまでじゃあどうしてたかっていうと、各携帯会社さんのホーム Wi-Fi みたいな、まあ、手軽にあの工事なしで簡単にできますよみたいなやつがあるので、それをちょっとねお借りして、まあ、なんとか今まで繋いできたわけなんですよね。でも、まあ、蓋を開けてみれば、あの3日間で10ギガしか使えないよって、ね、その10ギガ越すと速度制限かかりますよって、まあね、普通に越すわけ、10ギガなんてもう。いやー、それでねちょっとね参った参ったってことで、まあ本格的にちょっと、まあ、もう無理だなと思って光の契約をしたんですよね。まあ、ちょっと会社名出しますと、ソネットさん、ソネット光、多分ソニーの光の会社なのかな、にしたんですよ。まあ、なんでかっていうと、まあ、ただ単純にあのスピードが速くて安いからなんですね。それの工事、まあ、工事って、まあ、それが契約したのが7月の確かね20日過ぎ、21日とかに契約したんですよね。じゃあ契約しますって、はい分かりました、まあよろしくお願いします、まあいろいろこう電話なりなんなりして、まあ住所とか教えてって、でそこまで分かったんですけど、工事日については改めて連絡しますねって言ったんですね。改めて、いや待て待て待てと、これもしかしてしばらく放置プレイじゃねえかって思ったら、やっぱりしばらく放置プレイを食らって、それから1ヶ月後くらいにやっとまた電話が来て、でそしたらですね、だ7月の21でしょ、で契約して、まあ、8月の20日、お盆過ぎくらいにもう一回電話したんですよ。あ、やっとか工事だと思ったら、なんとですね工事日がですね9月の末頃ですねって言われて、おいおいおいと思って、何ヶ月待たすんだと思って、そうなんですよ、あのしばらく待ちましたね工事日まで。でその工事入ったのがしかも10月の3日だったんですよ。10月の3日だからもう7月でしょ、8、9、まあ、10、まあ、3ヶ月いかないくらいか。でやっとか工事が始まったんですよね。で光のその工事をして、さあ使えると思ったら、今度は、まあ、結果論から言うと、まあ、すぐには使えなかったんですよね。光の工事終わったのに、なんでと思って、いやちょっと話違うじゃんって、せっかく今まで待ったのにと思って、で原因は今度ね、今度工事のした人のこのミスで、あの光のあのケーブル、光ファイバーのケーブル、モデムにつなぐケーブルですね。で今度あれがね原因だったわけですよ。あの中で、家の中の壁の中で今度折れてて断線してたんですよね。その通りで光来ないわけだと思って、通りで繋がらんわけだよ、ね、いくらやってもね回線繋がらないわけですよね。でそれが昨日やっと終わったわけですよ、10月の10日。まあ、ちょっとこれ安いかわからないんですけど、そのソネットさんの光は5000円ちょいですね。これ電話も契約すると3キュッパーあたりくらいになるのかな。まあ別にこう電話はいらないので、まあ光、ネットのみ、光っていうかそうネットのみ。だからモデムもすごいこんなちっちゃいやつで、まあね、電話と繋いでるとね、こういう大きいホームゲートウェイみたいな大きいモデムなんですけど、まあネットのみだったらちっちゃいやつですね。で、やっとつながったというわけなんですよね。もうすぐパックしまして、本当に。なんでつながらんの？
ある Wi-Fi の話でしたね。まあ、モトブローガーにとってね、その Wi-Fi 光回線か、まあ、あれないと編集してもね、アップロードできないからね、死活問題なわけですよ。ね、まあ携帯会社さん の, そのホームルーターなんて速度だって遅いし、3日で10ギガなんてすぐだし、まあ、終わってるわけで、まあ、この度ね、無事祝開通ということでですね、まあ、そういうお知らせっていうか、別にただの雑談なんですけど、っていう感じですね。はい、あとはね、しばらく買えないです。ずっとこのまま行きます。はい、じゃあ今日の動画はここまでですね。チャンネル登録されてない方、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。今、北海道のね、ツーリングの編集真っただ中でね、ちょっと間に雑談を挟みながら、ちょっと、登録してみました。はい、じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー、ムスでした。バイバーイ、ムスでした。バイバーイ。